皆様よ、世の中によく似た感が三つあるわ。みかん、きんかん、酒の缶、まっちゃん頭がとんちんかん。向こうの方の十七八の娘さんをお孫さんに持つ、おじいちゃんおばあちゃんをじろじろ眺む老男の美男子の二枚目、目元ぱっちり鼻筋通って口は一つもねじれておらん。さてこの私は出雲の国は火の川上の氷、鈴の岩屋の中で3万年かかって苦学に勉強、その会あって日本は全国、世界は各国にその名を広めておるという、毎度皆様ご存知の酒造り醸造販売株式会社、社長兼部長兼課長兼係長兼、岡山県に広島県に高倉県に志村県、県人県人で社員が僕がたった人、毎度皆様ご存知の松の明神酒時の大先生とは、その我がことにてろうそくの芯まで言わせんでもえかろう。さてこの高殿におきまして、佐野の御事様のご依頼を受け、各種八千石の醸造あいなさばやと存じさうらうわ。さんや酒飲みは花のつぼみに似てござる。朝酒昼酒夜に酒さけ。太鼓叩いて身を切る、神楽番あやあしの松の今
ゃお国のあ文化財あさんあっても皆様恐れながら巻いてぞろいのか巻いてぞろいのとたたゆさんが芸度一筋磨き上げ今日も勤めますでも先輩を張り上げて、はいはい、やって出てくるというとどうですか、はい、本日はご当地、はい、夢の里夢ヶ原におきまして、はい、まあ春のイベント、はい、三神楽奉納、はいはい、まあ今日おいでのお客様方においても本日は天気もよろしいことで、はい、誠におめでとうございます。音楽さん、はい、あんたも今日は本日大いにご苦労せんば。あなたと私、私とあなた、はい、いつもいつもの名コンビ、はいはい、どうか私の足を引っ張らんようによろしく引っ張るかわからないあんたは悪いやろまあ平で音楽さん、はい、今日は佐野の御事様のご依頼を受けまして、うん、楽手8000石の醸造、うん、8000石いやへどもこの折ムーキーよりに酒を作れへんとしちゃった。まあ今日は大役は預かって礼じゃけ言うて音楽さん、すぐさまお酒を作るわけねえいきやせんで。ああそうか、ああそうでしょうが、今日も松野さん、はい、出雲の国からこの美声の篠里夢ヶ原までやってまいりました道中、はい、見たことから聞いたこと言うたことから言わんこと、大層まぜまぜそんなに長くはございません。この神楽労働基準法に基づきまして3時間40分ほど。あんた困る、まあ、そう3時間40分もあったらしゃべれ、いや大足がするそういうわけではいきません、はい、そんなに長くはございません、はい、15分から20分、はい、この松尾の神楽珍道中に一つお付き合いのほどが願わしゅう存じます。はい、がぐりと回ったここは主役も立つ出雲の国を後にしてチャカチャンチャカチャンチャカチャンチャチャンチャチャンチャンチャン出雲名物アニモツニャナあん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 あららあの聞いておかえり安きぶしあらえせせだからじゃ以上の方じゃいやもう安きぶしまあ安きの方に行ってな水もって歌いながら歩きおりゃまあ、あっちの家こっちの家の窓がガラガラ入れてまっちゃん下手くそなのうち行け教えちゃるけまあなおそういうふうに屋敷節のところに行って屋敷節歌うちゃおえんで、でまたこの美声口じゃ嫌な神楽どころこの辺に来て神楽の節一つで言うてみんせまあせいぶまたガラスがどどどどおいまっちゃん下手くそなの今の歌倉うち行け教えちゃるけとか言ってまあところどころのなそういうふうな文化もあります、はいはい、さて音楽さん、はい、まあ僕は今日ご当地夢ヶ原へ来にゃいけん思うてな、まあ昨日からそわんそわんそわんそわしてまあ明年明年この5月のゴールデンウィークやってこけやってくる今年もお声がかかったということでまあまた今年も行きゃ行きゃお客さんがおっておってだけ
もう笑顔がええで、うん、声援もええし、拍手も用意してくれる、まあ、ケーキはええお客さんがどれを言うんだよ、うん、そう言ってな、ここの園長さんが家へ行ってさっき言ってそれはまあさておきまして、僕ここへ来るのがどれ大好きでな、うん、まあ昨日からそん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 翔太こうしたところな、うん、今ぐらい日中のキーでしょ、成功や朝晩チーズ日が限りや涼しくなるよ、それでそがん翔太らな、夕べん段にな、日が陰ってくれなんかスー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 しれえた、おいなんかぼっけ涼しいの、こうでおりゃこんだおい喉の方もイガイガしれえた、これは風邪でもひいたじゃろうか、寒いきな、これは弱ったしたび夢が晴れ行ってかぐらせに会わんのにから、こかんことじゃ声が出にはどがんもならんが、経が僕の商売の種だけな、それで僕は昨日な何もあってな、急いでな松江国立病院に行った、おう国立だけよ松江国立病院、あの個人経営のあっかねえかの松江大きいとけきゃ、それでなそけ行ってな何でも喉を見てもらわにゃいけん、俺は県大手も病院に行ったらな、まあ夜間の救急じゃけ、もうお客さんが大勢来とんじゃがな、急に来るけな、でも一つの時もういっぴいっぴいしとこう、弱ったな、これは平等もまあ順番待てねえけ、で今これは診察するんでもな、ボタン押すんよ、押したらカードが出てくるで、カッとしたらの、でーって出てくる、OK、順番が来えちゃう。190番、おい、わしの前に189人おるんだ、こがに待たない剣論か思うてな、弱ったのは兵ども喉が痛いし、おいの待たない気な思うて、立って待ちな往生するけ、どっか座るってかねえじゃろうか思うて、キョロ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 しょうりゃ、さすが国立病院だな、休憩室が、兵の外へ行ってやりゃな、まあお金がかかっとるで、椅子じゃねえ、ソファーが、ソファー、で触っちゃふわふわショール、ちょっと腰かけてみよう思って、こうやってな、ケツの方から行くんじゃ、でこうやってな、こう肘当て、こう腕を乗して、こうやって座るで、ふわー、もうケツがうずもるよ、うわー、こりゃ座り心地がどえれえが思って、でもこりゃええ。なんぼでも待てら思うてな、ふわーっとして待ちょうた、そしたらやっぱりな、時間が経たんな、ただ、なんかねえじゃろうか思うて、キョロキョロしょりゃ、あっけ雑誌はここへちゃう、こりゃいい、これを見るんやりゃねえ思うて、あっけより行ったんじゃ、そしたらあるで、少年ジャンプに少年マガジン、女性自身に平凡パンチ、フライデージ、月刊マガジンに月刊サンデーで、で新聞も中国新聞、山陰新聞、朝日新聞、読売、毎日、それから山陽新聞、もうまああるのを思うて、パッと最後にな、やっとわしに似合うようなのがあった、ちょっと似たで、ニューヨークタイムズ。これこれ。ニューヨークタイムズだ。音楽さんし英語が読めるんじゃん。まあ、そんなくたの音楽さん。英語が読める言うたいわ。さあ、楽と。音楽さん教えてあげようか。あんた英語が出てできんだろ。できるな。できば。出てな。そういうことになっとん、日本人。日本人は英語がな、どうも苦手でしょ。あれはなんでか言うたらな、どうも発音ができんらしいな。いたしん、じゃけえな、一つ教えてあげようか、けえから夏になってな、皆さん畑をもっとってん人もおってだろ、おそら夏場なら何を植える、このわけトマト、あのトマトを植えるでしょ、あれをな、アメリカの方にてトマトをちょうでえとも通じらせんけよ、発音が悪いん、トメートトマトだっトメートいっぺん言うて落としてポッタがこういうトマトがちゃっと出てくる、ええともう一個教えたよ、今日も奥さんがおるが、奥さんを連れてお母さんが買い物行くで、
東証ではな、あっけマクドナルドじゃロッテリアがあろうが、あっけ子供が差しかかったらな、お母さんポテト買うてポテト買うてって、あれはアメリカの方に行ってポテトちょうでいてもポテト出てくれませんで、発音が違うでポテトポテトちょっと下がらないと、気づいたな、いっぺん俺言ってあげる、ポテト、もう一個教えてあげる、卵を英語で言うとな、たまーごっと英語知っとるあんた見かけんよな、頭がええな冷凍そう、今日苔聞きとるな、神楽太夫の中でな唯一の高卒じゃけん、おうおう、後の人は皆大卒でそういうわけでどうか一つ本筋の話はどこまで行ったか早い忘れるようなの英語でどこ行ったやの、おニューヨークタイムズでちょっとそげたの、ニューヨークタイムズ僕はこれじゃねえと言うのんで、なんだソファーへ帰るで、ソファーへ行ってザッサーと座って新聞をバーッと広げてやっとるで、オバマがこの間日本へ来て、で今度は韓国中へあっちの方に行って外遊ショール、やっとるやっとる、お前とこれ手料たれな、後ろから韓国さんが来てな、トントン松野さん、おい度がしたんですよ、僕の順番早く来た、じゃあねえが松野さん、そうだのって、まったんサッカー見おる新聞判定見とるねそうじゃなんか見た覚えがあるな、ああいう英語が上下逆になっちゃったおかしいな、おばあさんが逆立ちしてるは思うてみょうたそれはやっぱ逆見とったらしいでもまあそういうな、ニューヨークタイムズな、妙りゃあっこのな、順番が出るな、掲示板がなピンポーンってこれ190が出る、おお、これは割合早い順番に来たかな思うて、これは幸いと思いまして診察室行くで、タッ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 って言ってガラッと開けたら先生が、おい待った、久しぶりだな、どがしたんだ今日は、いい明日犠牲ってかぐらわせにはお前のりから、なんか夕方ぐらいから喉がイガ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 しとめるんじゃい、ああそう、ほなちょっとまあ見ちゃるけ、そけ座れ、回りましたって言ったら椅子にこうシャッと座って、まあ喉が悪い言うんなら、まあ松さん喉は見に合わない、もう分かった、ええか、ほんなちょっと今から見るけ、ちょっとこうベロを押さえるけの、それでちょっと奥の方を見るけ、これ待ってくれと、ベロを押さえるけって先生の指をグーッとやられたわしもえずくような動機じゃあね、今から縁があるの、ピャッツでっての、あの三文字のチート孔明ようなやつ、木の板ののこれ、木の板の、うん、程度も長さがの20センチでもあるかの小川の棒を持っての、これでの、まあ、ベロをグッと押さえるけ、程度喉の奥がよう見えるんだ、待った待った、ほな待ったん口を開けてみ、あーした、ええかそのまましとけよ、けで今からのちょっとベロを押さえるけの、ぐーっとやってぐーっと喉の奥押さえられた、おや待った、マッツさん、口は大きいけど、喉はこめえの。おに口が大きいら喉も大きいんじゃねえか。じゃあね、喉の奥が広がらんのに。広げよう思うたら、マッツさん、あー言うたら喉がの、おーっと膨らむ。それだけわしがこの棒を喉の大きい突っ込んだら、あー言うてくれ。大きいけで言わんじゃおえんと。あ、わかったわかった。そんなマッツさん、口分け。口をあーっと開けた。先生、今度はこの板切れを喉の奥にグッと入れて、おい、マッタン、あー言うて、あー言うたら、今3人ぐらい口開けようと、おー、気口開けようとね、今面白かったわこれで、わーっと先生がこうやって押さえおる、出ろ、おい、マッタン、わかった、ええか、じっとしてるよ、この手を持ちかけての、今度はこっちからの火鉢のようなピンセットを使ってての、口の奥へそのピンセットをズボーッと入れて、シャッと抜いた。おい、マッツさん、ええじゃ、イワシの小骨が立ってた。おいおい、まあ、先生やめてくれ。
イワシじゃいや、それはね、安い魚はしゃっくんたことがねえ。ええ、おばあさん、口んなきゃあるもんが、なんで嘘をつけるんだ。これ、あんた、喉の奥やったんだけど、これ、あんた、食うとんだから。まあ、言わったの、私の食生活が先生にバレたかな、思って。ええ、で、まっさん、喉の調子はどかんないけ。ええ、無理ええね。オッケー、声が出てやった。これで明日の店も間違えねえ。僕もそそくさと家へ帰って、今日朝早く来ねえ、県警。明日の段取りをして、カバンを出ての、カバン下げていかねえ、君。カバンだけ明日持っていかねえ、君も言える。タオルがいい。もう汗が出る、君だ。今度ハンカチがいい。もうトイレ行った後、手を拭かにゃ、家から今度お茶がいい。俺はもう喉も渇くけんの、熱中症になっちゃおえんけ、今日お客さんもこの前水分を取らにゃおえんで、もう熱中症になってピタッといってもお茶往生するけんだな。それでこのお茶も入れた。それから今度おやつや。おやつ持ってきたってやつ。もうええ年うとったらな、もう食べるか飲むか舐めるか吸うかも生育とじゃねえんだけど面白いな。それだけおやつチャッと入れて、もう蓋をパタッと閉めて、なんだもう枕元でそのカバンを置いてて、はい、よし、でも準備は万端、でも今晩寝て、明日の朝起きてすぐ行っちゃもうわきゃねえわ思うて、ここに部屋で、ここにシャーッと部屋でや、うわーなんか今日は一日疲れたな思うて、知らん間にスルッと寝とおお、わっちゃねすぐ寝れるな、でな、なんかこう外がちびと明るくなりでってだろうか、うわ明るくなった頃な、鳥がチュン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 いいでた、あれは鳥が鳴くでたの、交渉で玄関のの、玄関の戸がの、ガタガタガタ、おいこっちのサッシがバタバタバタ、うすまがバッタンバッタンいでた、うわこれ飽きたで大地震じゃが思うて、うわっと飛び起きたら、横でおかんが大いびきで嫁さんが大いびきでにおる、すげえんだっけ、普通いびきな、こう吸うときグワー言う、じゃあね、吸うときグワー、今度吐くときもグワーグワーグワーと往復できちゃう、まあせいで目が覚めた、へいでもやっぱりわしの嫁さんだけあるで、何でも今日5時に起こしてくれよ出した言うとった、時計ピャッと見たの5時、まあ5時磨きていびきで起こしてわきゃね自分はね取るんじゃけえな、けぐれ楽なもんなあれせんねまあへえでも助かりました、一本でも乗り遅れた一大事じゃ、へえで時間ぴったり、よしカバンもくけ段取りしとる、よっしゃこのカバン持ってやれ行くで思うて、今度は玄関口でな、ちょっとこうやってセッターこうやって吐きよった、セッター吐くのはあまり難しいで、旅のなこう割れ目がありましょう、ボケ鼻を入れにゃいけ、これが、ちょっとええやつだっけ僕な、鼻緒がしわいん、あれをな、こうてええ容量ではな、ちとバランス崩れてな、おっと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 ーと言ったんだよ、こうしたら鶏が言ったが、こけたんかーとうわ朝から鶏にやられたやられた、もうもうへえでもまあいかにゃいけんが、でカバンを持ってやれやれ玄関をガラッと開けて出ていくというと、おお今日は天気がいいな、へえでもどうしようか、今日は電車で行こうか、それとも自転車で行こうか、まあへえでも今日はやっぱり今頃はもう季節もええけ、外をこう景色を見ながら車で行っちゃろう、車でな、マイカーだ、マイカーを鍵を持って行ってのドアの、あこの鍵穴にスコッテレだ、カシャッてらこうロックがパッと上がるで、それでドアノブ立ったらドアが開かんの、それでこんな荷物ガサッと入れてこの座るが、それでドアをバッと閉めて、こんなキーでエンジンかけるで、ここの鍵穴にスコッと入れてひねるで、シュルル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 シュルル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 、いやまあ山陰の方はのまだ朝がどうやら冷える、冷えるちょっとエンジンが今日冷えとる、係が悪い、こういった時にはの
チョーク引く。チョーク引くやつ。チョークじゃいたのが知っとる人今5、6人しかおりゃあ今からチョークがあるようなくるあれはして映画僕のがチョークがチータあのチョークシャッと引いて今度はかけるでシュルルルルルルルブーンブーンおいやっぱチョークのもんじゃエンジンがかかったチョークシャッと入れてよっしゃこれで準備 OK よっしゃ行くでこんなギアを今度はこうチャットローに入れておい調子がいい今日の車いい調子いくぞおいおいぼっこ今日は走るけどスピードもよう出るからでシャーッと行きようとそしたらの交差点に差し掛かったらのおい信号がの青から黄色になりかけてチート赤になりかけるだろうか思った時のもうちょっと急げおたけシャーッと行ったんじゃやれやれ今間に合ったもうセーフセーフこれはバッチリじゃ思うたの次の交差点でのおまわりさんがのおいおいおいバッタバッタバッタピピ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 バッタここじゃここじゃっていやいやのもなよう見とるで遠くからよう見とるんやけでえかもう弱ったの急ぎおるわに捕まってこれわやくせだろ思うてでもどうしようか思うてな音楽さんまあでも止まらんわけにはいかんが逃げるわけにはいかんかの僕もウィンカーを出会えての余計止めたん、うん、で弱ったの思った時にのこれは捕まった思った時に音楽さん、うん、あんたが僕に教えてくれたろ、うん、あのの警察捕まってもの罪を認めちゃおえんで罪を認めた段階では罪となる知らん知らん言うて知らん気がええんであんたが教えてくれたろこれお兄ちゃんちいちいあれがおめえでってだろ音楽さんもう絶対認めちゃいけん思って、うん、で今度お前さんが来ら、うん、こうやってくれトントン待ったんトントン、うん、ちょっと開けてみ窓を言って弱ったの思って窓開けたんどうしたんやのお前さんいいよ待ったん慌てて行きおる気持ちはわかるで気持ちはわかるけど、うん、待ったん言うていやわしはさんもしとるやせんいやいやそういうの焦っとる気持ちはわかるけど、うん、いやせ何もしとりゃせんがなって言うから、うん、いやそうじゃのって待ったん言うて、うん、しとらん待ったんしとらん待ったんシートベルトはしとらんって言うからうわちっていうかシートベルトしたまあ音楽さん絶対罪を認めないだけど僕は自分から認めたからしとらん言うてまああんたがいらんことを教えろって言うからした限定1じゃこれで音楽さんまあおやもう不安なんならのもうここが車が乗っていけりゃせん、うん、もうここからもう僕歩いていくもうそりゃ車乗って違反が増えりゃもう切符が増えるパーツが、うん、そんなもうめんどくせえことな歩いていくこれ戻ってあもう歩くんだよテク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 今からウォーキングウォーキングショートじゃろう朝早うに今度は晩にもしたり僕も足には自信があるテク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 歩いていくで待ってね、今日はでもちょっとじゃ思うてだったったった歩いていきょうたへいどもの音楽さん歩いていきょうたなおいおめえで忘れとった朝ごはん食べてくれもう腹がしいて腹がしいて歩けんようなったどがんか並んでろうか思うてなキョロ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 したなどっか飯食うとかねえだろうかキョロ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 したらなありゃあるあっけ本場インドカレーカレー屋があるああまあ洒落たやつがあるがなああ本場へと来てああこれは何でも食うていかねえけん、うん、食べていって今日お客さんに感想を教えたよう思ってああでもそこまで走っていってああガラガラっと来て飽きてみりゃやっぱりチートなああ本場のインドのようななお店になった分かるなインドのようななんとなくインドのような雰囲気がした雰囲気じゃなさすが本場じゃなもうでなあっけメニューが書いてあるね本場インドカレーそれしか書いてないさすがじゃなもうここの店長は自信があるんだろうな本場インドカレーで今度はな店員さんが来るでこうやってな来たパッと見たインド人
うわ、言葉がわからんがお前ら、いらっしゃいませって、こう、パーランの、やっぱ日本語が喋れるインドのお方じゃが、うん、なあな、今日すみません、本場インドカレーを一つくださいって、わかりました。うん、で、今度は、出所の方にインドやってから、じゅう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 やりでた。にえがするで、本場のじゃけ、ほんとにええでた。これはすげえわ、思って。うん、で、今度は持ってくるで、このな、ご飯。カレー、分かれとるやつ。うん、今頃はご飯少ねえで、うん、こうやって目の前に持ってきて、うん、はい、どうぞ、本場、インドカレーでございますと、こうやって置いてくれた。うん、まあ、やっぱ違うな。ボンカレーやクレカレーと色が違う。チート黄色い、うん、ちょっとサラッとしたような、うん、やっぱ違うな、本場のじゃ。うん、で、これはどうすりゃいいんだろうか思って、まあ、これをかけて、うん、食べにゃいけんが。口入れてこう飲む小金玉はあるまあこれにかけにゃいけん、うん、でこのカレーのものこうでさらーっとかけた、うん、でかけたん、うん、でどうやって食べられるんだろうかケロケロしたらスプーンもなまれん、おめえでった昔テレビで見たことがある、うん、インドの方では手で食べるこうでしょう、うん、この手は神聖なもんじゃ、うん、この手で食べるんが本場だけ、うん、さすが本場カレー嘘じゃねえなあ思ってこうやって汁をかけて、うん、パンがこうまぶれて、うん、今度はこうやって練るん手でぐっちゃ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 こうやって手で練って、うん、おっ、うん、うまい。やっぱ本場のだけチートピリッとするな、うん、いいグレーの味がするで、うん、でまたさらーっとかけて手でぐっちゃ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 したのを、うん、こうやってまたパッてうまい。もういかにもいかにもこうやってガーッとかけてちょっと半分くらいもう手でぐっちゃぐっちゃしたいのかやってぐっちゃぐっちゃぐっちゃしてこれがガッと食った、うん、うまい、うん、ほした店員さん来たで、うん、すいませんスプーン忘れておりますスプーンあるんねわっしゃ本場だけ手で食うんか思うと、うん、まあ手の方カレーだらけ笑くそじゃほんま笑くそじゃまあええどもう何が今更スプーンで食えりゃ、うん、もう全部汁をかけても手でぐっちゃぐちゃしてわーっと食うた、うん、うまかったもうお腹パンパン、うん、よっしゃまあこれでいい思い出になった、うん、カレーを手で食うた、うん、でもお腹もいっぱいになりましてもう燃料も減ったけ、うん、でも松江の駅まで歩いていくテク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 歩いていったで、うん、いやもう明るくなったなほんでキラ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 しょうりゃ、うん、松江の大橋に差し掛かった、うん松江の大橋差し掛かって、うん、僕はふっと思うた、うん、僕は小学校の頃になろうただろうか、うん、あの松江の大橋、うん、長さあんたどんぐらいあるか知っとく長さあんた分からんな あ, あ, まああんたも小学校行ってからデブ立つけの、うん、もうベートで休まる、うん、あれあの教えてあげら、うん、松江大橋の長さいうのの、うん、川の幅よりのちょっと長いあれが同じだってイメージトーンと落ちちゃうわちょっと長い分がかかっとるもんすぐ分かるまあ、でなお客さん僕で分かるあそうだイーグルそんな正義連ことならシャッと陰性分かるんだよ僕が着てんのあれじゃんまあ、でなお客さんまあ、のやっぱり今頃は行楽シーズンだなそうだな今日はもうでのお客さん来とる松江の駅名に行ってりゃなお客さんなんかイベントをしようイベントな。おお。なんかこうやって来ちゃうな。なんかにぎやかな音をショールで。こうやってやるやな。この鳥打ち帽子。おお、鳥打ち帽子か。三味線を持ってな。まあ見ちゃるやな。年の頃なら35、6。まあ色っぽいお姉さんが。三味線片手にな。やりょうりやりょうり、アホだらけおしょうちょっとあれ覚えてきたか、お披露してみようか、はいはい、アラブ説アホだらお経の文句は何が何かと尋ねてみるなら朝の9時から夜の持つまで砕け木行を脇に抱えて親の仇か国家の敵かと断じ上げますお経の文句はほらまたなんだよあらまだあるまだあるあら東が知らんだかかあがはらんだ何食ってはらんだそば食ってはらんだそれでそば屋の主人はどんぶりごっとする
つけて川の方へ頭の先から水に浸かってアプ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 。あらそんなことでは文句にならない、ここらで文句を切り替えまして、本日おいでのお客様の中にも女のお方が大勢ござるが、女のお方は恐ろしいもんじゃ、女のお方は恐ろしいもんじゃ。あら女の方はそもそもオロチの生まれ変わりで、それを証拠に嫁入りするとき明太帽子を頭につけるは日本の角を隠すためで、あら帯を太鼓と背中にくくるは32枚の鱗を隠すためじゃ。女のお方は恐ろしいもんじゃ、女のお方は恐ろしいもんじゃ。あら女のお方は叩けば打てるし、叱ればすねるし、とかと言うて殺してみなされ、雨の晩には柳の下から駆けて出るぞよ。あら女のお方は詰まり草しておいたら後が怖いで、ここらで少々を褒めておきましょう。あら女のお方は便利なもんじゃ、女のお方は便利なもんじゃ。女のお方は正面しながら旅の小汗が下がる。あら男のお方が正面しながら旅の小汗を馳せてごらんよ、目鼻口まで正面だらけじゃ。あらそれからそれからあまり長いがなんとやら、どうやら時間が参りました。皆様方には中のご心もありがとう、サンキューベルマッチ。下手な松うののおしゃべりをどうしかりもなく、ようこそご心もくださいました。天津の講座ながらに七重の膝は八重によりひとえに御礼つかまつる。一つ出雲のコンコン好きでよろしくお願いいたします。あいやれこりゃやれこりゃ、あれの岩戸の扉を開きめん、あいとあいとかぶりて髪あそあるわいなんそこだ、中見て底つけやれこそろとしたりとしたり、あだあだあ百まででしょ、わしゃんくんずあくまぜとも、あよいとよいとしらあらのはえぬまで、あるわいなんそこじゃ、
中にてそこつけやれからさあ出したり出したり雨は天からね涙は目からかじあよくよくとその日の油断からあれはいらんそこじゃ中見てそこづけやりからさあ伸ばしたり出したり優秀しなのの心臓まよりも私あよいとよいとあなたのそばがよくみあやいさんそこじゃ中見てそこづけやりかさあ伸ばしたり出したりあよいとよいと僕らのそこずみかあれはいらんそこじゃ中見てそこつけあれからさあどどしたりどしたりようつけた。ようつけたぞ。小出雲のコンコン好きのリズムがある。よし、こんなあの太鼓の川から水を引いてくれ。よしよしよし。今度は太鼓もらえないです。な。おーっと、はいはい、これがいい。水が名水が増えたぞ。はい。一つとさのえこらいやさのこらやで人と生まれた。あの生まれにはよこりゃ犬と人魚の矢でこりゃ二つ三つの、やりこなさのトップ一緒ここらでモナサが浮いてきた、はい、なんと言うて問いじゃろか、はい、大嘘尽くしで問いじゃろか、ああ年下兄貴が16で、はい、昨日初めて宮参り、はい、帰りになすびの種をばこうてきて、はい、上の左縁に巻いたなら周囲の目が出てかぼちゃのつるがぐったなび、はい、それにスイカが3つ4つ あんまり美味しいそうなので、はい、夜の日中盗みに行ったなら、はい、昨日生まれた赤ちゃんに糸を見つけられ、はい、やれ逃げそれ逃げ当て道を、はい、豆腐の角煮とけつまずき、はい、やれいたそらいたあらびたて、はい、遥か川上流ぶれば、はい、17、8なるばあさんと、はい、7、80なる青年男子がやってきて、はい、それにはよく聞く大名役がございます、はい、海の幸なるまったけと、はい、山の幸なるはまぐりを印税、はい、焼いて火で練って、はい、明日つけたら私の手やるからさあどうぞげあのえこらみやさのこらやで二人の親おばあたたみせつにのこりゃ親は我らのやれこりゃ元となるぞ。ああやりくらさあのこりゃさあ翔太ばかりが浮くものかここらできなさも浮いてきた。ここからで一番解くならば川川尽くして解くならば天にあるのが天の川、はい、濁っちゃいるけど隅田川、はい、電気以降は衣川、はい、おはんに長兵衛桂川、はい、キスノキ正重港川、はい、太鼓に張るのが牛の川、はい、三味線張るのが猫の川、反動バックは割り川で締めたるベルトは蛇の川、はい、発展する悪いは親の面の川、癒したる人間川渡り、死んで渡るが三途の川、はい、石を積むのが才の川、弁当を包むが竹の川、はい、くるくるむげるが梨の川、まっさんやもろさんの面の川が大嘘の面の川がやるからさ。いやご苦労ご苦労。おーよーこれは溶けたのー。やった溶けた。よっしゃ、ほんなら麹入れてくれ。あ、麹だの。これみんな酒にならんけど。そうだそうだ。え、麹入れてくれよ。たまた麹。たまたからありますよ。ほんなの、尾道の線香。線香。ええ、いいんかね。今度わしはの、
ほんなら紳士の善行寺。善行寺。ほんならの、わけやのも一回見る。わけやの。キッカーこうや。足だの。よっしゃ。まあ、平太の。ほな、くるくるっと混ぜておくれ。うまくくるくると混ぜよう。おいおいおい。縁ができた。縁ができた。おぉ。めべえのができた。わでねっぺえもんだな、これ。よっしゃ。これ今日八千石。ちょっとマストリューしておくれ。あ、マストリュー。よっしゃ。はい、一つとせ一に一切素直にて二で任和で義理深く三に逆らわず争わず四つよしよしわきまえて五つ五つの人の踏む道六つ無理せず無理言わず七つ仲良く交われば八つ柳が栄えてくる九つ子供や孫までも遠で飛んで栄えた美声ちょうどこうじゃん。まだもうちょっと当たってみちゃうの。はい。一つとせ。一人おってもええお姉さん。二つとせ。二人おってもええお姉さん。三つとせ。見りゃ見るほどええお姉さん。四つとせ。横から見てもええお姉さん。五つとせ。いつ見てもええお姉さん。六つとせ。むちゃくちゃにええお姉さん。七つとせ。何方見てもええお姉さん。八つとせ。やたらにええお姉さん。九つとせ。ここから見てもええお姉さん。とうとせ。とうとわしはほれしもうたな。わしもと。これそうです。携帯番号聞かない。さては一国は一条。日光が城下。三国一の富士の山。四国は大志。沖を通る船が戦国船。八艘合わせて八戦国。青春学生おめでとうございます。高神社をはじめどいだしよいよよろずの神によびきの献上場まいらさん三夜いにしえの神の真似して鬼もじゃも平げて事故や坂ゆる